お願いします。お願いします。前回の相模原戦の試合を振り返ってもらっていいですか。前回そうですね。こうやっぱまあ勝てる試合だったっていうのがまあそのってのと、まあそのやっぱ、まあ、後半特に決めれるところでやっぱ決めれないとやっぱああいう難しい試合になるなっていうのがやっぱ率直な思いで、こうもっとこう攻撃のところでこう工夫するとこだったり、まあ、最後のフィニッシュもそうですし、もっとこうなんかできたんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってます。立ち上がりから、まあ、少しピンチもありましたけど、もうほとんどの時間帯主導権を握って、まあ、チャンスも多く作っていた中で、まあ、どうですかピッチの中でも、もうそろそろ入るんじゃないかとか、この試合は絶対勝てるんじゃないか、勝つっていうこう流れ雰囲気っていうのは出てたのかなと思うんですけど。そうですね、まあその後半特にやっぱこうああやってこうポストを叩いたり、うん、こうゴールに迫る場面が多い中でこうやっぱまあどっかで入るだろうっていうふうにまあ僕たち思ってて、まあそこなんですかね、まあそういうちょっと甘い気持ちがあったのかわかんないですけど、こうやっぱそのゴールへ対する執念っていうのがまだ足りなかったのかなっていうふうにちょっと思いました。6月は結局ゴールなくて、まあ、7月入った最初の相模原戦も、まあ、ゴールできなくてちょっと嫌な雰囲気というのはあったりするんですか。そうですね、やっぱこうまあ攻撃陣、まあ、後ろの人たちがこうやっぱああやって守ってくれてゼロで抑えてくれてるのにもかかわらず、こうやっぱ前の選手だったり、まあ、僕たちがこう点を取れないっていうのはこうやっぱ申し訳ない気持ちでいっぱいですし、こうやっぱどうにかして点を取りたいっていうふうには思っているんですけど、やっぱなかなかこうああやって決めれないので、やっぱこう嫌な雰囲気にはなってますけど、まあまあでもそうずっとそれを引きずってもやっぱ意味ないので、こうやっぱ切り替えてそのどうやって入るのかっていうのをやっぱ考えつつ、やっぱもっとこう精度を上げれるようにこう練習からこう追求みんなでしていければいいかなと思います、うん、前回のその相模原戦が一応こう前半戦終わりと一回りした中で振り返ってみてどうですか。そうですね、まあ、正直こう、まあ、自分だけのこう見て思うのはこうやっぱ苦しい前半戦だったかなっていうふうに思っていて、こうなかなかやっぱこう勝っても次がとか、こう2連勝できましたけど、こうやっぱどんどんこうつなげれないというか、なかなかこのこう勝ってもまた次負けてとかが続いてたので、まあ、こうどっかでこうポンポンとこう勝てればまあ自分たちも楽ですし、こうチーム的にも乗っていけるのかなと思いますけど、やっぱそこがまだまだできてないので、やっぱちょっと苦しい前半戦になったかなってふうに思います。長野選手、個人的な話になるけど、今年はサイドハーフやったり、まあ、ボランチやったり、もともとポジションは？そうですね、もともとその ボランチ、うん、まあ、真ん中のポジションだったりっていうのが多く、まあ、自分のその得意とするところではあるんですけど、まあ、その北九州入って戻ってきて、そのサイドハーフをするっていう機会もある中で、こう、まあ、いろんなこう経験をさせてもらって、こう自分としてはとてもこうありがたいなっていうふうに思っていて、まあ、そこでこう何か自分としては結果を残したいですし、まあ、前半戦特にこうこんだけ試合に絡ませてもらっている中で、こう自分としては不甲斐ない前半戦だったので、ちょっとこう申し訳ないっていう気持ちと、後半戦に向けてこうやっぱこうもうちょっとこう意識のところだったり、もっとこう練習中からどんどんちょっとこう変えていくところがあるのかなっていうふうに思います。まあでもそんな中、そのトレーニング見ててもすごいこう存在感というか自信を持ってプレーしているなというふうに見えるんですけど、それはやっぱりこう試合に絡んでいるからなのか、まあ、それとも特別何かこう意識していることがあったりするんですか。そうですね、まあその試合に絡ませてもらってるっていうのもそうですし、やっぱこう去年こうああいう形でやっぱこう今成績を残して、まあ、自分としてはこう そんなにこう主力としては出てないんですけど、それをまあ見てやっぱこう悔しいというか、まあ、今年は絶対自分がやるっていう風な思いでずっとやってますし、このチームを引っ張っていければいいなっていう、そういう存在になれればいいかなって思ってます。で、
永瀬選手はアカデミー出身で、長くこのチームにも関わってきてるんですけど、クラブに対する思いとかそういうのを教えてもらえますか。そうですね、こうやっぱ自分が最初中学入って、まあ、高校と6年間まずここでプレーさせてもらって、やっぱこう多くのことを学びましたし、それこそ今平井秀直さんからもこうあの講師としていろいろ教わって本当たくさんのことを学びましたし、それを、まあ、そこでのこうユース昇格っていうのはこう自分の中では叶わなかったんですけど、そこでもこうめげずにこう大学に行ってもこう熱心に平井さんがこう僕のことを見てくれて、もうこう絶対にこのクラブに帰ってきて北九州のために絶対プレーして、こう北九州の皆さんに元気を与えられるような選手に絶対になるっていうふうに思いながらこっちに帰ってきたので、それをまあ後半戦しっかりこう北九州のためにもっとプレーしていきたいなと思います。あの時間があるタイミングとかでアカデミーの選手に対してメッセージを送ったり、まあ今だったらズームでなんかこう話をしてもらったりしてるんですけど、そのアカデミーの選手たちってどういうふうにプロのトップチームの選手たちのことを見てるんですかね。やっぱこう憧れの存在だと思いますし、うん、まあ、実際僕もこう中学校高校とこうそれこそ池さんとかを見てきて本当こう憧れてましたし、ああやってこう活躍する姿を見てこう感動してこう自分もいつかあのいうところでサッカーしたいなっていう風な、うん、ふうに思えたので、やっぱそれをまあ次は僕がこうそういう場に立ってプレーすることでちっちゃい子たちにあギラバンツでプレーしたいなっていうふうに思ってもらえるようにしたいなって思いますね。そういったねつながりというか、もっとやっぱつながり欲しいし、まあそういう永野選手がやってることっていうのは、まあ、今アカデミーにいる選手たちにも、まあ、伝わってると思うので、まあ、一人でも多くね今後そういった選手が増えてきて、このギラバンツを、もっと強くしてほしいなと思います。次節から後半戦に入りますけど、京都の印象はどうですか。そうですね、やっぱこうまあ攻撃がやっぱこう多彩で、まあターゲットもいますし、前にこうなんかこうやっぱこう攻撃がものすごくいいチームだなっていう風な印象で、まあでも自分もその前半戦ちょっとやってみて攻撃もすごいですけど、なんか守備のとこでもこうやっぱ切り替えがとても早かったので、とてもこうなんていうんですかね、まあ完璧なチームはないとは思うんですけど、こう結構完成されたチームなのかなっていう風な印象です。まあそういった強い相手ですけど、まあホームですし、まあ後半戦一つ目で、まあ、勝てばいい流れにまたこうね行くかなと思うんで、まあ、ぜひ頑張ってください。最後にあのサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。なかなかこう勝てない状況の中で、応援してくださる皆様のためにも次の京都戦絶対自分たちいい準備をして勝ちに行きますので、応援のほどよろしくお願いします。期待してます。ありがとうございます。ありがとうございました。